ちょっと、ひなた何してんの？え、待って、お兄ちゃんおはよう。おはようじゃなくて、今、ぬいぐるみに話しかけてた。今なんて言った？え、ぬいぐるみに話しかけてたよね。おいつのこと、ぬいぐるみとか言うな。え、ゆりたろは俺の大切な息子だぞ。お前、こんな、俺が絶対守るんだからな。おい、近いな、ブロック、ブロックしてる。いやいや、簡単に俺の子供を悪くやったら絶対に許さないからな。いやケンヤ太郎、残念やけどそれもうぬいぐるみだねと考えても、で夏休み補習行きすぎて頭おかしくなったでしょ。俺の子供に手がんな、出てけ俺の大事な子供に。ぬいぐるみじゃないの？よし、こうなったらお前の息子誘拐してやる。そんなブロックは効かないぜ。ちゃんと勉強して補習が終わるまでこのぬいぐるみはケンヤ太郎没収な。ふざけんなー。はぁ、俺のベイビー太郎が。そう、お兄ちゃんめ、仕方ない。こうなったら俺が本物のケナマルを召喚してお兄ちゃんに仕返ししてやるか。急に何してんのこれ、作ってた車、これ新しく作った車。いやあのさ、これお兄ちゃんに内緒にしてたことがあるんだ。うん、ちょっとレーズ家来れる？何。いやでも嬉しい報告だから大丈夫だと思うけど。嬉しい報告なんですか？うん、じゃあお兄ちゃんが俺のことで、うん、喜びそうな報告って何がある？何を言ったら嬉しい？え、夏休みの宿題終わったとか。違います、もっと嬉しい。もっと嬉しい、もう思いつかないよ。実はお兄ちゃんに甥っ子ができます。甥っ子？え、ケンタの子供？ベビタロー入ってごらん。
ベビ太郎どういうこと？うん、ちょちょちょ、窓から座って入ってきた。え、誰？え、はい、どうも子供のベビ太郎です。喋った喋った、え、っていうこと？いや、実はさ、隠してたんだけど、俺、この間リーちゃんと結婚して子供が生まれたんだ。え、子供？これケナ太郎の子供？さっきの、あったでしょ、ぬいぐるみ。うん、あれとは違って、本当に子供がいたんだ、俺。本当に子供がいたの？そう、だから、大切なお兄ちゃんに大切な息子を紹介しに来たの。うん、分かったけど、おめでとう。あ、ほら、あらって、さっき黄色い魔物、黄色い魔物。おい、お前がやせるな。おい、ふざけんなよ。なんだよ、この子。出てけ、出てけ。おい、バカ、何してんだって。子供だよ。でもガラス割ってきたぞ、こいつ。絶対子供じゃないだろ。いや、子供なんだ、信じてよ。本当に？待って、ポスが、なんかサイドステップしちゃった。何？絶対壊すだよ。絶対家ダイナマイトで壊すだよ。何？絶対ダイナマイトで壊すだよ。何？絶対ダイナマイトで壊すだよ。ちょ、なんか投げたって。おい、絶対壊すだよ。おい、避けた、お前。防御、俺の家。お前ら出てけ、あっち行け。ほら、こう。だってさ、赤ちゃんがさ、好奇心でこういうことするときだってあるじゃん。まあ確かに。なんでそういうの？ちょ、やりすぎでしょ。誰？いや、ベビ太郎です。ちょっと待ってて。うん。お前、ドッキリしていいのはお兄ちゃんだけだからさ。俺になんか、後ろから今何した？花火打ちました。次花火打ったら、その、おでこの、そなんだ、バナナ、引きちぎるのだ。あ、すいません、ごめんなさい。よし、あ、ちょっと頼むぞ。あ、お兄ちゃん、どこ行ったの？あ、なに、なに。いや、ちょっとなんか、危ないからさ、装備着てきた。いや、で、まあ、普通にその、自分の子供を兄ちゃんに紹介したくて。あ、そうなんだ。連れてきたんだけど。あ、そうなんだ。だから、仲良くしてね、ベビ太郎。お兄ちゃんも挨拶して。ベビ太郎よろしく。ちょっと暴れないでね、うちで。ごめんなさい。おー、ちなみに何歳なの？何歳だっけ。大丈夫か、親として。11歳。同い年やん。お前同い年になってたの？は、3歳。あ、3歳なんだ。喋れるの？3歳ってこんなに。いや、すごい特殊能力持っててさ、何でもできるんだよ。なんかやってほしいことある？何でもできるよ。じゃあダンスとかできるかな？3歳ぐらいはダンスできないでしょ。ダンス得意。できるか。じゃん、じゅん、たん、じゅん、じゅん。すごい。お前戻れるかい？じゅん、じゅん、じゅん。親子揃ってすごいな。で、何？わかったよ。とりあえずちょっと この親子危ないから帰ってもらっていいですか？あ、待って、やばい。ベビ太郎のご飯作るの忘れてた。お兄ちゃん、俺さ、ベビ太郎のご飯作ってくるからさ。うん。ベビ太郎のことをお守りしてくれない？俺がケア太郎の子供？大丈夫、ベビ太郎もちゃんとお兄ちゃんの言うこと聞くんだよ。バナナって言ってる。バナナの妖怪。あ、バナナの妖怪。おい、変な名前で覚えさすんだよ。バナナの妖怪お願いします。まあもういいや、バナナの妖怪で。早く作ってきて、ケア太郎見とくから。ちょっとお兄ちゃん待ってて。俺、ご飯作るふりして、この透明マントで後ろからベビ太郎に指示出すから、お兄ちゃんのこと、いっぱいドッキリしてね。だった。お兄ちゃん、じゃあ俺ご飯作ってくるね。はい。あ、ベビ太郎は？お前はな、ちょっと暴れん坊やから、こっちで監禁させてもらうぞ、ケンタが来るまで。ここでおもちゃがあるから、これで遊んどき。はい、てことで皆さん、今のとこいい感じに騙せてます。完全にお兄ちゃんは俺の子供が言ってるからね。ってことで、今からこの透明マントを着て、見守りをしてるお兄ちゃんの後ろに近づいてね、いろんなドッキリを仕掛けていきたいと思います。じゃあ、透明マント着るね。せーの、パン。はい、切れました。みんな見えないよね、これ肉、肉とかもないんだ。今、ちゃんとこの辺にいるからね、透明マント着てるから見えないけど。よし、じゃあ早速お兄ちゃんにドッキリ行くぜ。元大統領です。どうだ、ベビ太郎。楽しい。お父さん踏むの楽しいか？何やってんだよ。ストレス発散だ。イエーイ。ちょっと俺もやりたいな。あれ？カーロ、これがケナ太郎と思って。おい、何やってんだよ、こいつ。ふざけんな。よし、
後ろからけなすいを捕まえて、なんかなんかなんか動いた、なんかベビタロウ、またガラス割りまくって、いいタイミングで、なんか今掴まれたんだけど、誰かに、なに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 、ちょ、何してんベビタロウ、ベビタロウ、何してんちょ、バカちょ、おいおいおい、ふざけんな、割るな、割っちゃいけないって、それ止めて、止めろ、待ってろ、おい、なんか次、おい、なんか、おい、野球ボールで割り出した、おい、やめろ、ね、ベビ太郎、ほら、シャボン玉、ポク、楽しいやろ、綺麗、ほら、おい、何あいつ惑わされてんだよ、シャボン玉に、綺麗、シャボン玉綺麗、よし、オッケー、え、おい、子供、ひもに繋げなんて、よし、あいつ、ちょ、いっぺん、家出ようか、お外で暴れましょうね、家の中で暴れないで、お外なら暴れていいの？お外ならいいよ、全然、やったー、ちょ、ちょ、何して、ストップ、楽しいね、暴れるのって、これあげるから、ちょっとやめようか、一回、あそこに乗り物もあるから、ちょっと乗り物で遊ぼうか、いいね、ドン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 、よし、これなら左手に車が動くドッキリしてやろう、これでお兄ちゃんのこと追いかけてやろう、これなら家壊されなくて済むわ、いいね、楽しいね、これさあ追いかけて、ん待ってベビ太郎、ベビ太郎、ちょっと待って、なんかかぼちゃの車が2台なってる、やばい、バラそう、俺も止まろう、なんかさっきこの車動いてたよ、ベビ太郎、今まで、ね、何もいないよ、だって誰もいなかったけど、なんか動いてたんだって、よし、じゃあついてこい、ねさあ、よし、俺もついていけた、おじさんについてこい、こっちだこっち、ちょ、ほら、やっぱりなんか後ろからついてきてる、透明なかぼちゃがついてきてる、絶対これ誰か乗ってんだろ、誰かいいんだろ、ここ投げられた、やばい、逃げろ、あれ、動かんことになった、てか待って、もう俺の家こんなことになっちゃったよ、最悪だ、うわ、ケアンタロどこ行ったんだ、そういえばあいつ帰ってくるの遅すぎでしょ、ベビ太郎、ベビ太郎、家がこんなことになっちゃったよ、あのさ、ベビ太郎にはこの後脱走してほしいの、この家から、だからお兄ちゃんにバレないように、一瞬お兄ちゃんがどっか行く理由をつけて、その間にどっか脱走して、でお兄ちゃんにはお兄ちゃんのせいで子供が行方不明になったって言って、俺がめっちゃ怒るから、おじさんです、どうも、おじさん、お腹減ったな、お腹減った、ちょっと待ってね、ベビ太郎何食べるんだろう、ご飯食べたい、ご飯、いやでもケナ太郎が持ってくるって言ってたけどな、キャビア食べたい、キャビアはないです、うちにそんな高級なもん、ちょっと下に行って、こっち野菜室あるから、今から、ちょ、痛い、ベビ太郎、痛い、あれどこ、あれベビ太郎、ちょベビ太郎どこ行った、待って、やばい、おい、行方不明になったって、もう、はい、ってことで皆さん、いい感じにお兄ちゃんがベビ太郎のこと信じて、あ、後ろでめっちゃちっちゃい探し回ってます、頑張って、ということで今からあのご飯作ったよって言って戻って、ベビ太郎を迷子にさせたお兄ちゃんをめちゃくちゃ責めていきたいと思います、はい、ご飯できたよー、あー、キャンタル、やばい、はい、ベビ太郎はこの中いる、いや、ちょ、それがさ、大好きなベビ太郎、ベビ太郎、ちょ、待って、ごめん、何急にやけど、あのベビ太郎がいなくなっちゃった、行方不明になっちゃった、え、嘘でしょ、ちょっと目を離した隙にどっか行っちゃったんだよね、ベビ太郎がいなくなったの、ごめん、キャンタロウ、マジでちょっと一緒に探すの手伝って、おー、泣くなって、お兄ちゃんのせいなの、絶対近くにいるはずなんだけど、ごめん、ケア太郎、ごめんと思ってるよ、ガチでごめん、でも絶対どっかいるから、え、絶対いるから、責任持って見つけて、責任持って見つけるから、それ許すわけないだろ、自分の子供を誘拐されて、さっきからめっちゃ探してんだけどね、はい、ということで皆さん、お兄ちゃんいい感じに反省してくれてます、いや、一番最後にちょっと一番大きなドッキリを仕掛けたいと思うんですけど、ベビ太郎どこにいるだろう、ベビ太郎いるか、どっか、はい、こちらベビ太郎です、はい、ちょ、ベビ太郎よくやってくれた、いい感じにお兄ちゃんはドッキリ引っかかってるわ、最後にベビ太郎かと思ったら、巨大モンスタードッキリっていうのをして、お兄ちゃんを最後ボコボコに殴りたいと思うんだけど、あっ
地の丘の花がいっぱい生えてるとこあるじゃん。あそこにお兄ちゃんをおびき寄せて、そこにベビ太郎がいるので、ベビ太郎見つけたと思って近づいたら、ベビ太郎が巨大モンスターに変身して、でお兄ちゃんをボコボコに投げる。でもめっちゃ過激にやっていいから、あのお兄ちゃんの家とかもあのダイナマイトとかミサイルで破壊しいよ。じゃあ俺おびき寄せるから、あの丘の上で待ってて。お兄ちゃんどこ？あ、いたいたいた、お兄ちゃん。ん？なになになに？ベビ太郎見つけたかもしれない。何？あ、いたの？よかった。ほら見て見て、あのさ、向かいの丘の上。あ、本当だ本当だ、いるいるいるでしょ。いる、ちょっと捕まえてきて、捕まえてくる。ちょ待てよベビ太郎。あ、いた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 、ベビ太郎やっと見つけたよ。おーい、迎えに来たよ。あれどうしたん？ベビ太郎帰るよ。え、なに？うわー、ちょっとびっくりしたびっくりした。え、何が来た？やばい、ベビ太郎が超巨大ゴマに嘘でしょ、どうするの？どういうことよ、お兄ちゃん、しとめろ。どういうこと、どういうこと、全然わかんないんだけど。お兄ちゃん、しとめろ、ベビ太郎。あれ、あれ、あれベビ太郎？どうすればいいの？ベビ太郎だよ。ガーなんでバーガー、お兄ちゃん、やばいよ、ベビ太郎が大暴れしてる。ちょ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 、お兄ちゃん、なんとかしないと。なんとかしないとじゃなくて、もう どうにもならないよ、俺の家。てってれトンキー大成功。で、どういうことどういうことどういうこと、元の姿に戻っていいよ。あ、もういいの？え、よく喋った。へへー、誰誰、はい、誰このおじさん。あの、今回協力してくれたおじさんです。挨拶どうぞ。どうも、子供のベビ太郎でーす。てことで、ベビ太郎に子供ができたドッキリでした。イエーイ。誰だよこのおじさん。そしてお前騙したの、よくも騙したの俺のこと。おい、なんでこれやったかわかる、このドッキリ。お兄ちゃんが俺の子供と同じぐらい大切にしてたぬいぐるみを勝手に奪ったから、大切なものを奪われた、復讐したんだよ。ちょ復讐のレベルやばすぎでしょこれ。最後で、わかったら俺のぬいぐるみで、はい、返して。はい、返してくれたら許したり。え、これ家に保管してたけどさ、お前たちがこの家ごと破壊するからないよ。え、全部アイテムなくなったよ俺んちの。え、おいおじさん、お前のせいやぞ。全部アイテム捨てた。全部こいつのせいです。知らない、知らない、だって言われてやったじゃん俺。こいつ丸焼きにしてくれたと思います。いや、ほらー熱い。ってことで皆さん、今日の動画面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ということで、おつゆおつゆ、俺の家だー。